ティヨハーヒラギリオです。今日は仮想通貨生活35日目夜ご飯の時間がやってまいりました。夜ご飯を作っていく。さて今日は何を作るかと言いますと、わーい、なんと早速大福か小福かわからないおしっことうんちが外されているではありませんか。もうさ、トイレきれいにしてるのにね。なんでかな、どうしてここにしちゃうのかな、どうしてなの、理解に苦しむよ。なんでですかね。リオハ赤ジリ93分クッキング、パラパッ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 パラパッ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 パラパッ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 。今日の献立は、わお、今日の献立は焼き魚と、焼き魚と青汁パンケーキ。あ、待って、青汁パンケーキ食べようと思ったけどご飯残ってるんだよね。ちょっと残ってるんだよねご飯がね。青汁パンケーキ食べたいんだけどね。青汁パンケーキ食べたいからご飯はラップに入れて、ラップに入れて冷蔵庫かね。焼き魚、え、青汁パンケーキ、サバみりん、そう、サバみりんだ。じゃあご飯を取って冷蔵庫に入れてしまう。ラップがなくなった、嘘でしょ、ラップなくなっちゃったんだけど。自然です。タムさんこんにちは。ご飯一緒する、アルミホイルかな。冷蔵庫の片側ひっそり小さな爆弾が鎮座。イートロジートロジーのスペルでみんな好きだろ。ファッキンじゃん。物語のお試せんばん。届けこのシートもセーフな。味覚より行動もせんばん。家族もアブヒューもいい。女の子の手逃げる時よりも卵を持つ時はソフトに。シルロミキミハーモニーからゼロアブストーリー。食べ過ぎたら小太り。懐かしのアブストーリー。食べ過ぎたら小太り。懐かしのアブストーリー。つけてしっけぱりぱやっぱり食べたい。片手割るの難しくない。どうぞそれこそ挑戦戦。こいつこいつなんかもうぐちゃぐちゃだね。体入りもどかしくない。超むずいけどチョップスティックでつまんでやるから逃げんじゃねえ。あんまり作ろうかと元に頑張る。キルツマゴーならメガネが曇る。なら結論 TKG モデルかけるシンプルイズベスト。完成まで一服程度。 B 級グルメのビッグなゲスト。でも今夜は美味しくなるようにいろんな食材入れてみよう。チョコレートマグロ、はちみつマコリ、アンコール乳一番シーボーディパプリカ。完成なかなかいい感じ。これ最終形態 TKG。 ゾンビ食べるかもしれないけれども、一口食べたらわお。いやちまうところ失敗だ。正直薄々食べていた。上から濃い味かぶせるしかない。みそ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 、あちらも変わってない。その見た目に一歩も近づけない。粗末にすると食らうテンバーンスト。選ぶやつするのはテンバーン。逃げ場はないとしてしゃあないけど食べなきゃならぬプレッシャーな。いいから A 家に帰り込んで。はい、ごちそうさまでした。どんぐりの数が減ってない。減らないよ、食べてないもん。もち米はラップのがいい。そのままチンするなよ。どんぐりステーション。
ラップが切れたんじゃ。人参と玉ねぎもあるんだよね。あ、人参玉ねぎ味噌汁、美味しそう。どうしようかな、魚先に焼くか。お魚くんはエタノラ猫、おおかけでんがなあなあ。頭大丈夫かな。あ、頭痛い。おい、魚全然取れないぞ。噛みついてんぞ。テロリ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 ーン、テロリ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 ーン、ピャー。あー弱火でね、弱火でね、端の方で焼くんだってさ。弱火でじっくりね、皮からね、端の方を焼く、端の方で焼くんだって。よし、いよいよ日は確かか。ちょっと行っちゃってるね、なんかテンションが、テンションがおかしいみたいですね。ということで、青汁パンケーキを作っていきたいと思います。青汁パンケーキの作り方は、まず小麦粉は 50g ですね。小麦粉 50g を量りに量っていきます。あ、なんか気持ち悪くもなってきたかもしれない。何これ、風邪なんだ。小麦粉の雨が降っている。We can six to me.おちょうだい、十九万も持てないお茶の水。小麦粉 100g に砂糖と卵黄とバニラエッセンス、バターまたはマーガリンを入れると、なんとクッキーができるの。すごい。クッキー今度作ってみようかな。カビゴンこんばんは。おかかちゃんこんばんは。画面の見すぎじゃないか。あー、それもあるかもしれない。なんかちょっと甘めの青汁パンケーキ食べたいから砂糖入れようかな。珍しく砂糖入れちゃいます。どのくらい入れるかっていうと、そうだね、どのくらいかな、 5g ぐらい、 5g、 5g も入れたら甘々かな。そんな変わんないか。砂糖 5g。 あー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 、どんぐりトイレに流す。サンマのみりん干しですか。みりん干しなのかな、サンマのみりん味、わかんない。干してあんのかな、干してないんじゃないかな、どうなんだろう。なんかすごい真っ赤だよね。なんか体調大丈夫みたいな、そんな心配を煽るような色してるんです。あ、お汁パンケーキを作るのよ。体にいいのよ、青汁パンケーキ。青汁パンケーキとさ、サバのさ、みりん焼きとかさ、めっちゃ健康的だね。で、これでさ、玉ねぎとさ、人参のさ、味噌汁作っちゃうわけでしょ。超健康的じゃないか。和洋折衷で、これで水を混ぜると。かすみちゃんありがとう。よは、私も最近野菜ジュース飲むようにしてる。あーね、なんだっけ、紫色のやつ飲んでた。どんぐりは自然に返そう。あはは、もういったやつね、いったやつ自然に返すか。鳥とか食べるかもね。あー、スズメとかね、なんかそこら辺にいる鳥にあげても
いいかも。軽く混ぜてね、焼きましょう。やっぱね、野菜ジュースとかね、野菜取らないとね、体やっぱおかしくなっちゃうよね。ツイート見てくれてるのね。え、見てるよ、見てるよ、そりゃ見るよ。どうしよう、こんなもんかな。高温の時に役立つのがゴムベラですね。ペン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 。引っ越し、引っ越し、さっさと引っ越し、引っ越し、引っ越し、さっさと引っ越し。年がバレちゃう。腸健康ですか？腸健康？腸が健康ですかってこと？それともすごく健康ですかってこと？ちょっと弱火でグツグツですかね。旦那がやかましいと笑いながら言ってる。やかましいって、ごめんなさい。カン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 。24歳？ 24 歳じゃないけど、23歳だけど、やめてくんない？ 23 歳？リオリオやばなんかさ、ほんとさ、自分の年齢をさ、受け止められないんだけど。23歳じゃないよ、リオリオ。なんか、精神年齢的にはね、今ね、今20歳ぐらい、やっと。やっと20歳だよ。勘違いしないでよね。リオリオまだ20歳なんだから。オリーベオイル。オリーベオイルを溶かってて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 てあ、お汁のパンケーキを作るの。あ、お汁のパンケーキを作るの。うわ、最近カラオケでリーナと歌うようになりました。高音が難しい。そうなのよね、リーナの声難しい曲なんですよ。でもいっぱい歌ってマスターしてやってください。リオリオもね、自分の曲いっぱい歌ってちゃんと歌えるようになった。トッピングのポップコーンは、トッピングのポップコーンは今日はないです。ポップコーンは今日はお休み。ペン、ナイス。フォローも年齢も若い。マサヨチリオハー。そろそろこれひっくり返そうかな。せーので、ぴょん。あー、魚のいい匂いする。ルードリオハー、ヤッホー、元気かーい。
私は元気、頭がちょっと痛い、雨が降るから。なん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 、出ておいで一本橋に、でこぼこじゃり道、雲の底くぐってぶらり道、ちったらざか。あの子は太陽の子待ち演じる。今一番頭が痛い、みなこりよは。もうちょっと焼くか。これ油やったら揚がるのかな。小麦粉つけて油焼いたらフライになるのかな、もしかして。もしかして小麦粉つけたらフライになる。あなたトトロっていうのね。最近このやりとりめっちゃしてる気がする。小麦粉つけたらムニエル。みりん漬けのフライは合わなそう。なかなか美味しそうですね。揚げ焼きになる。分かった。油やってさ、皮だけさ、揚げようぜ。素揚げ。油やって、皮だけ。パリパリにしよう。イエーイ。うわ、びっくりした火強。フランベしよ。あげてるで。ホットケーキに顔がある。じゃん。いいんじゃん。結構これ皮パリパリだったら皮食べれる。リュウリュウ皮の中ぬめってしてるのがね、嫌なんだよね。皮パリパリならいけるよ。フランベしたら火事になるかな。うわ、カリカリ、やば。え、いいんじゃん。カリカリ。なかなか天才的や。これ逆さにして、うわー、びっくりした。
飯テロ、これも火止めてある。これやって洗って、お味噌汁作る。玉ねぎと人参の味噌汁。美味しそう。まあ置いとくか。フラメかなり火力ないとべちょべちょになる。そりゃ恐ろしい話や。玉ねぎとにんにんでお味噌汁を作るのよ。のせる？あ、そういえばここピーラーあんのかな、この家。ピーラーあったー。あ、ピーラーなぜか2個ある。大工仕事が始まる？大工仕事始まんないよ。普通に繊細なお料理しちゃうから。ミニビンさん、おひー抜きますよーと。大福と小福がね、ウサギだったらね、人参食べたのにね。ペレットは野菜食べないから、肉食だから。やつが生まな板洗わないとないんですけど、いいですかね、ここで。ズドン。繊細な料理だな。なんて繊細な料理なんだ。切り方すごい。ね、ちょっとでも心、このくらいになるとね、ちょっと怖いね。やめときましょう。レンチンしたら火の通り早いよ。あ、それは先に言ってほしかったな。地べたでやってたの。完璧。みなみちゃん、リオハー。ごぼうじゃねえぞ。ピンピンだぞ。
か知んないけどさ、大福と小福、玉ねぎめっちゃ好きなんだよね。絶対さ、絶対食べちゃいけないのにさ、玉ねぎがあるところすごい漁ろうとするの。何なんだろうね。美味しそうなのかな。玉ねぎに殺されるよって。本当に危ない。すごい、まるでカレーを作っているようだ。そう、ルーもないんだよ。カレー具なしで食べきっちゃった。コンソメないんだよ。シャンタンか味噌しかない。うわ、びっくりした。味がわからない。だし入れればいいかな。そう、これだし入りの味噌ですね。だし入りの味噌なんですけど、薄いんやろ。
麺つゆの素を入れてみましょう。味に変わりはなかったけど、よくわかんない。なんか薄味って感じ。薄味の目先ヨガできやした。喜い。小さめの人参ピックアップして食べるか。味噌が足らない、ね、でも味噌入れるのめんどくさくなっちゃった。リオちゃんすごくめんどくさがり屋なの。もう引くぐらいめんどくさがり屋なの。困ったもんだね。まあまあまあ、いいんです。実験なんです。潜ってるつもりが、初コメ、味噌について。味噌について初コメしてくれてた、アシコンってないんだよね。味噌が少ないんですよ。うん。まあ、こんな感じで、今日の晩ご飯は、魚とパンケーキと、味噌汁や。いただきます。うん、塩分控えめの味がします。北欧の戦時中みたいなご飯、なかなか面白いことよね。広島初コメした？ありがとう。いいね、料理枠ってあんま普段コメントしない子がコメントしてくれるからいいかもね。結構早くい、1,220円、ありがとうございます。うるさ。
うん、甘い。すごい。砂糖を入れたら甘くなったパンケーキ。このくらいの甘さはあっていいかもね。うん、もうちょっと甘さが欲しいと思っていたんだ。甘くて美味しいです。うまい。寝動きしだしたね。寝動きしだしたけど、うん、急にビャって上がったね。疲れ切ったら京都。すごい上がったわ。もう上がり、うん、もう上がりきっちゃったんじゃんこれ。なんて思うんだろう。ゆうさありがとう。モナコイン 0.001 ありがとうございます。アイテム Thank you。 ポテロング1220円、キートさんありがとう。よおっポテロング、ポテロングありがとう。 Thank you。 うん、 YouTube の動物の森見てきた。ありがとう、懐かしい。動物の森ゲームです。もう読めないな。この魚やっぱちょっとしょっぱいんだよね。ごめんなさい。上がったり下がったり。チートス野菜、チートス、チートスどんなんだ。チーズのお菓子だ。
ご飯食べてくる。いってらっしゃい。いってらいってら。カーディガンの着ぐるみドンキで着てた？ドンキ何でも着てるからね。意外とフォークで魚食べるの食べやすいかもしれないな。すごい身が取りやすい。うん、皮がパリパリで美味しい。香ばしいです。エメリヨハー、まだ上がるかな。皮美味しい。一気に戻ってみました。ネイルはサちゃんに代わりに取ってて、ありがとう。ミミちゃん、痩せましたね。かすみちゃん1220円、ありがとう。少ないですが応援してます。ありがとうございます。よーおかすみ、かすみ、ありがとう。フィード1220円、感謝です。12月29日の生誕ライブ生中継楽しみにしてて。頑張るぜ。全然読めない、上がるのか下がるのか。なんかレンジ、この最近のレンジだと、最近のレンジだとまだ上がりそうだけど、わからんね。魚おいしい。めっちゃ照れる。ニガトカスミちゃん、お、めっちゃ下げにかかってますね。下げてる、下げてる。
一人暮らし、そうだね、ここで一人暮らしですね。人間うまいけなかったのかな。いや全然、いや今食べてたから咀嚼していたもので、レンジを覚えたのか。レンジを覚えたレンジ覚えたよ。覚えた単語は使って言って、リオハレンジってなんやっけ、なんか幅、こっからここの幅、まとるの知ってる、ね、わかんない、何電子レンジ、お、めっちゃめっちゃ下げる、ね、動き激しすぎてわかんないよ。いやー、わかんないな。ボックス。ボラ覚えた？ボラ覚えた。寝動き。ボラ、ボラティリティ？これ魚結構しょっぱいからさ、味噌汁薄くてよかった。ちょうどいい。魚のしょっぱみを優しく中和してくれる。そんな役割を果たしてくれています。出てたプレッシュだったから今のあれはそれが理由かなと思う。
なるほど。やっぱ海外の人もそういうの指標にしてるんだね。何食べてんの？魚とパンケーキと味噌。パンケーキは青汁パンケーキ。魚はね、みりん焼き。落としたかと思ったけど落としてなかった。上級試験ね、もう、あ、上級の試験明日じゃない？明日だよね、上級試験。明日じゃん、上級試験。怖っ。薬飲んでちゃっちゃと寝よう今日。ちゃっちゃとちゃ。ともちゃんありがとう、お茶箱 Thank you。ある程度利益出したら残るね。これがいいね。準備万端ですか？なんだろう。なんか、めっちゃ揚げが来た。なんかすごい話その場で聞いてさ、理解してさ、説明できるようにならなきゃいけないらしいからさ、なかなか難しいよね。何しょ、服？服。神様自由研究、いっぱ
ごちそうさまでした。この後また動画上げていかなきゃいけないので、また集中して作業に移りたいと思います。頑張っていくね。いやー、ありがとう。予約コメントお待ちしております。ありがとうございます。もう予約してくれたのか、ここからか。ありがとう。あ、承認待ちだ。ありがとう、嬉しいよ、よろしく。いや、超楽しいよ、絶対に。28日、よろしゅう、楽しもう。やったね、やったね、嬉しいですね。ぜひ明日、明日じゃないや、28日、あと2日後、新宿でワンマンライブがありますので、ぜひよかったら皆さん遊びに来てください。ヒラギリオと、なんと、弟が来ます。おぉ、ヒラギリオの弟に会える。久しぶりのダイヤくん。なんとね、TKG の歌を作ったね、アリブムさんもお手伝いをしてくれますのでね、楽しみですね。感動美味しいですね。ヒラギリオプラス、ヒラギリオの弟プラス、アリブムさん、俺は高まるやつや。弟はイケメン、弟はイケメンじゃないんだ。スノッピーお茶箱ありがとう。まあ、リオリオにはかなわない、リオリオの方がいい。弟さんパフォーマンスするの？弟さんね、写真を撮ります。写真を撮る係。帰り道お茶箱ありがとう。おいしい。うわ、触る。ケビンお茶箱50ありがとう。ポチロングお茶箱100ありがとう。お茶箱やっほい。ポチロングポチロング、ケビンケビンありがとう。お茶箱やっほい。女性ファン来た方がいいな、弟さんいいです。ね、女の子、そうだよ、リオリオだけじゃなくね、弟もいるし、アリリムさんもいるから、女の子大満足で取られないようにしよう、ファンを。ファン取られないように気をつけよう。やっぱやっほーい、やっほーい、やっほーい、やっほーい。ありがとうございます。活動資金に当てさせていただきます。よし、ったリオハー BGM 少し大きいかも。あれも、それは申し訳ない。アリレムさんはいい人だったな。そう、いい人なんですよ、彼は。でもいい人だしね、曲もいい曲書くし、なかなかいいね。頭痛い、薬飲もう。ということで皆さん、一旦切ってまた始めたいと思います。ぜひね、リオフェスの詳細はヒイラギリオのブログに書いてありますので、そちらからチェックしていただければと思います。よろしくお願いします。ケケラ。それでは以上、ヒイラギリオでした。バイバイ。